イノストランケビアは古生代ペルム紀後期に生息していた単ユミ類の絶滅した属。単ユミ綱十ユミ目ゴルゴノプス亜目。旧ソ連の地質学者アレクサンドル・イノストランツェフに敬意を表しての命名である。全長約 4.5 メートル、頭骨長は45センチメートル以上。大型種の多いゴルゴノプス亜目の中でも最大級となる。種アイアレクサンドリーの肋骨及び脊柱の一部を除いたほぼ完全な骨格が知られている。高く幅の狭い頭骨を持ち、鼻孔は高い位置にある。その特徴からワニなどのように半水生であったとの説もある。また、犬歯は10センチメートルを超えるサーベル状の牙となっている。これは皮骨製の装甲及び分厚い皮膚を持つパレアサウルス類を捕食するために使われたと言われる。同時代のロシアにはスクトサウルスが生息しており、これを襲ったとされる。この動物の種子はバンルー類や初期十ユミ類などそれ以前の捕食者よりも直立に近づき、爬行姿勢に比べて効率的に歩行できた。また、尾より短くなっている。このことから彼らは当時としては極めて洗練された活動的な捕食者であったと思われる。ヨーロッパロシアなどに生息。北ドビナ川流域より化石が出土している。ありがとうございます。